どうも、ウェルネスパス書いていると思います。はい、ふつアップデートがやってまいりました。そちらを見ていきたいと思います。で、今回のアップデートで、5周年カウントダウンログインボーナス、こちらがやってまいりました。まあ、こちらにより、5周年のイベントが12月6日月曜日にやってくることが分かりました。楽しみに待っておきましょう。で、一応今回ね、今回アップデートに際して、データ量562メガものデータ量が追加されておりました。おそらくですが、進行校間違いないでしょうね。うん。まあ、どこのポジションの進行校が来るか分かりませんが、楽しみに待っておきたいと思います。まあ、自分的にはね、フォワード高校が来てくれればいいのかなと。まあ、ディフェンス高校はね、ギガント学園高校から来てはいないんですけども、まあ、東邦学園ね、うん。やっぱ限定キャラ、限定高校になってしまうと、キャラクターが結構厳しくなりますので、できれば常設のキャラでできるような、フォワード高校が来てくれればなと思っております。はい、で今回のアップデートでガチャの方が2つ来ておりますね。まずは5周年カウントダウン、スペシャルガチャとなっております。こちらのガチャは厳選9キャラのみ出現する、イベキャラ、ガチャでございまして、チャイナドレスの本願ちゃんで、タキシードミネで、バレンタインの高見で、星宮、銀馬の貴公子、大谷で、ユニフォームのあゆで、月吉天野のサンタマヤ、うん、この9体が出るようになっております。でガチャ的には初回に SR 確定で、2回目に、選択チケットで、3回目に PSR 確定で、4回目に PSR の選択チケットという形となっております。まあ、このねガチャの形式的には有能な、ガチャでございますが、現状このイベキャラたちは使ってることが少ないです。うん、まあ、二金徳のキャラはアスカ、星宮、まあ、この辺りはいるんですけども、上限プラス二金徳が最近ね、多くなってます。うん、その上限プラス二金徳というのがいません。まあ、月吉はね、スピード上限あるんですけども、結局一金徳ということで、まあまあまあ、うん、このガチャはスルーでいいのかなと思ってます。まあ、現状使われているのは、まあ、南葛高校で、ね、高見明日香、まあ、これがペドリが出たことによりスイーツが使いづらくなりました。まあ、スイーツを使わない代わりにこのバレンタインのアスカを使うという編成が増えております。まあ、それ程度かな。あとはギガント学園高校で、まあ、天野を使っている人がたまにいるかなってぐらいだと思われます。うん、なのでこれはスルーしましょう。課金者も無課金者未課金者もスルーでお願いします。でもう一個のガチャ、週休祭が来ております。この周期祭ね、今回ピックアップされているのは、日本代表のゴーダで、プジョル、日本代表のホーリバー、そして安井くん。この4体がピックアップされているという状態でございます。でこのガチャなんですけども、うん、どんどんガチャの内容は優秀になってまいりました。で、初回がピックアップ 25% の SR 確定。で、初回2回目、7回目がその状態でございまして、で、3回目、で、5回目。これがごめんなさい。3回目がピックアップ確定の SR50%、PSR50%。で、4回目がピックアップ確定の SR 以上確定。で、5回目が SR50%、PSR50% のピックアップ 25% となっております。そして、6回目、8回目でピックアップイビキャラの PSR 確定と。まあ、これはありがたいですね。最近これが増えてきております。うん。まあ、PSR がね、2枚確定っていうのは、どんどんガチャが緩和されてきたのかなという状態でございます。まあ、ここで欲しいキャラいましたら狙ってみてください。で、性能的に考えると、まあ、どのキャラも最前線で、まあ、安井くんはちょっと何とも言えませんが、ゴーダ、ホリバー、そしてプジョル。まあ、この辺はね、最前線で使ってる方、多く見受けられます。うん、ホリバーくんは、まあ、ボランチ。で、ゴーダとプジョルはセンターバックという形となりますが、普通に使えると思います。プジョルの場合はサイドバックでもありだと思います。あとは、ゴールキーパーでもありかな。うん。まあ普通に強いですね。まあ二金徳プラス上限アップがホリバとプジョル。で、しかも、ホリバの方は二金徳確定。で、ゴーダ君はタックが強いんで、二金徳のみとなっておりますが、うん、使ってる方が多くなっております。はい、そしてこのガチャの目玉といえば、まあキャラも結構いいんですけども、バッジでございます。鋼鉄のシールド。うん。こちらのバッジはディフェンスプラス4、スピードプラス1。うん。まあおそらくですけども、スピードプラス2にできるのかなと。うん、まあディフェンスプラス5にはできないので、現状どうかなと思います。まあでも、毎ターンの体力回復量が上がると。これが結構でかいんですよね。
でも今の現状を考えると、やっぱディフェンスプラスゴーバッチのフラクの状態、そちらの方が有能に感じてしまいます。まあ一つの、限界突破を、突破していく方がやっぱ効率はいいんですよ。査定効率は良くなっておりまして、ディフェンスプラスゴーバッチ、まあこれが存在する限り超えないのかなと。もしね、このバッチのさらなる強化でディフェンスプラス5、スピードプラス1に設定することができるのであれば、自分も引きたいバッチではございます。まあ普通にフラグの状態でね、ディフェンスプラス5、スピードプラス1にすればいいだけなんで、あとはこの特殊効果が強いだけです。毎ターンのね、体力の回復量、おそらくこれは他のバッチと同じでプラス2ね、毎ターン回復量が増えると。回復20まで持った状態と同じぐらいになるはずなんで、だいぶやりやすくはなるはず。サクセスね、特に体力消費が激しいサクセスなんかやるときは、これが結構てきめんでね、効いてきますので、まあありかなと。でも、まあ現状やっぱ上限プラス5の方が強いんでね、自分はメインアカウントも引くつもりはございません。まあやっぱりね、周年、もうすぐです。5周年がもうすぐということもあり、ちょっと貯めておきたいなと。5周年、そして年末年始に引きたいガチャが絶対来ると思いますので、そちらまで待ちたいなと思っております。はい、ガチャの2つはこんな感じ。なので、無課金、微課金はする。で、課金者を引いたとしても、集休サイトしてください。はい、そしてね、1つイベントが来ております。継承エースの系譜。まあ、こちらのイベントはね、何回か来ているイベントでございますので、まあ、ちょっと飛ばさせていただこうかなと思います。まあ、大事なところだけ言わせていただきます。まあ、こちらは、毎日ね、ちょっとパワースターもらえたり、SR チケットもらえたりしますので、毎日1回はしとくようにしておいてください。あと、このね、イベントで、まあちょっと難しいとすれば、ファンの、ワンシーズンのファンの獲得、まあこれがちょっとしんどくなってます。まあ初めのうちはね、まあ累計スコア、クリアしていく。まあ累計スコアは一瞬で終わっちゃいます。で、スターランク、これもね、いつの間にか終わってると思います。まあやってれば終わる。で、さらにこれを極めたときにファン25万人。まあこれがね、ちょっと厳しくなってるかなという状態ですね。まあしっかりとこのファンを25万人獲得しようとすれば、まあ自分で操作をしましょう。まあ自分で操作しない限り、やっぱりきついんですよね。自分で操作がどこだっけ？ちょっと待ってくださいね。自分で操作が、あ、これこれこれ。がっちり自分だけ操作。まあ、これをやらない限り、ちょっと25万は届かないと思う。まあ、サクッとピンチャンでワンチャンハマれば通るかもしれないけども、基本的には自分にね、ボールを集めたい。で、自分でボールを集めて、パスをしっかりしまくる。あと、シュートを打ちまくるっていうのが大事になってきますので、しっかりと、最後ね、ファン25万人獲得したいっていうシーズンだけでも、がっちり、自分で、操作するといいと思います。まあ、基本はね、サクピンでもいい。で、最悪時間がないときはスキップ3連チャンでやってもいいと思いますので、皆さんぜひこのイベントは進めておきましょう。結構パワースターや SR チケットゲットできるイベントでございます。ここで累計スコアで1枚で、このファンで1枚で、スターランクで1枚だったはずなんです。合計3枚ゲットできるんですよね。まあ、これはありがたいイベントでございます。しっかり貯めてね、5周年向けてやりましょう。はい、本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベテでした。さよなら。